皆さんこんにちは。すごくね、YouTube 久々になってしまって、多分1ヶ月ぐらい動画出してないのかもしれないって感じなんですけども、今日は7月12日で、パリがロックダウンを解除されてからもうね1ヶ月ぐらい経ちました。もう街はすごい、もう毎日人であふれて、まあもう夏休みだっていうこともあってね、すごく活気が満ちていますけれども、私もね、いろいろ新しいことを始めてすごく毎日充実してワクワクしながら生きていますけれども、まあ、とにかくまだコンサートとかそういうイベントとかがまだできないので、やっぱりね、本番がないとサボっちゃうというのがあれですので、まあ、今日はちょっと気合を入れて久々に動画で、ライブのように、気合い入れて、吹こうと思って、そういうことが、ね、ないとね、やっぱちょっとサボっちゃいそうで怖いので、今日はですね、新月という、尺八古典本曲の中ではすごく心が乱れてると絶対吹けないような、そういうしんしんとした本曲を吹いてみたいと思います。やっぱりね、このちょっと長い2尺7寸難しいですけれども大好きですので、まだこれね、やっぱりね、なかなかね、毎日吹いてないとね、この指がね、こう縮まっちゃうというか、こう伸びが、伸びとかこういうこの伸びた感じでこうあってこの痛いのそういうのが指がこう縮まってきちゃうので、あえてちょっとこう筋肉 の収縮が進まないように2尺7寸で吹いています。
ょっと本番がないとあれなんで、もっと練習します。ではまたの次の動画で。